はい、どうも皆さん、トライアングルです。現在ですね、ちょっといろいろ準備が終わりまして、現在こちらに牛太郎が隔離されてるんですけど、そっからかなり離れたこちら、このね、中に、まだいるかな？多分いるはず。はい、ダキがいるんですよ、ここに。これは、首トレダキになるので、まあ無敵状態ですね。はい。これ、多分倒しても、首が、多分、ダキを倒さなきゃいいのか。これでいいのか。この状態で、まあ牛太郎を今倒しても首トレになるだけなんですよね。同時に倒さないといけないので。で、コメント欄の方で、よりいちとか、あと、道勝にやられたのって、月の呼吸とか範囲が広いから、その、離れたところのダキも倒されてしまった。その、いくら、その岩盤で囲んでも、呼吸は当たるからっていうことだったので、だったら、もうこんだけ離せれば、これだったら、無惨様の技とかも届かないと思うんですよね。なので今回、無惨様、VS、その、無敵の牛太郎、まあ、ダキですね。勝てるのか、ちょっとやってみましょう。でも問題は、無惨様の呪いでやられるっていうことがあるのが怖いんだけど、行きましょう。それでは行きます。鬼同士戦うモッド入れてます。さあ、スタート。さあ、どうだ？どうだ？お？お？お？うわっ！無敵来てる！あ、これまさか、まさか、まさかあるのでは？あるのでは？これあるんじゃない？え？嘘？ちょっと待って。腰。来た。来てる。来てます。来てますよ。来てますね。これはまさか、無惨様に。呪いなど関係なく。呪い関係ない。まあ問題は第二段階になってからだな、これ。うわあ、これは、第二段階になったら耐えれるのかどうか。第二段階。耐えてる！ほら、当たってない！ここに今、無敵の、鬼が登場いたしました。その名も、牛太郎でございます。なるほど、あそこまで、やっぱ範囲広いんだね。でも、ここに範囲が届いてないから、必然的に牛太郎絶対やられない、化け物の子となっております。じゃあ、ちょっと待ってくれ。お疲れだ。次！この無敵の牛太郎。だったらですよ。よりいち。よりいちどうですか？皆さん。どう思いますか？よりいちは、圧倒的なパワーがあると。しかし、攻撃が届かなければ、無惨様でもダメージを受けなかったんだ。いけるはずです。いきます。あ、待って、その前に、道数やってみよう。道数なぜかやられたんですよ。それは実際に本当に離れてたからなのかっていうのをちょっと見てみたい。いきます。さあ、道数どうだ？道数。無敵だね。だからやっぱり、あ、月の呼吸の範囲長いわ。だからか、やっぱり。ああ、コメントありがとうございます。これ無敵だね。無敵の状態なので、まあ絶対牛太郎が負けることはない。ということになります。もう時間経過でも何でもなかったらしいですね。はい。時間経過でもないし、なんかアクシデントがあったわけでもなく、これガチの無敵です。では本番行きましょう。よりいち。果たしてどうなるのか。もう、だって無惨様の呪いですら効かないんだよ。3、2、1。え？え？いる？あ、もう、関係ないんだ。いようが、この、もうこの、要は、牛太郎の、まあ、牛太郎とダキか。牛太郎とダキの、首トレ能力とか関係ないんだ、よりいちはもう。そんな次元ではない。マジか。いや、今回絶対いけると思っちゃった。無惨様の呪いで大丈夫だったら、じゃあ、よりいちいけるよねって思ったんだけど。ダメですか。じゃあ、ちょっとなんか悔しいから、よりいちさんなんとか倒そうぜ。無惨様鬼ぐらい出して倒そう。倒せるかな。いくよ。いってらっしゃい。何体の無惨様なら勝てるかな。どうかな。痛い。ち
ちょい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 、え、降りてください、降りてください、はい、戦ってください、はい、無惨様戦って、よりいちくんと戦ってください、はい、大量に出しておきます。さあ、この数ならどうですか。ちょっとまだパッと見わかんないかもしれない。ちょ、こうしようか、こうしようか、これでいっぱい出して何体の無惨様を出せばよりいちに勝てるのか、よりいちくんに勝利することができるのか、ちょっとやってみよう。よりいちくん今どこだい、どこにいるというのかね、よりいちくんはどこだ、どこだ、どこなんだ。カニさんがいっぱいだ、カニさん多分この中にいるな、これはこの中にいるな、おそらく違うな、ここにいないな、どこだ、え、どこ、あ、いた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 。さあ、カニさんいっぱい出します、カニさんゴー、レッツゴーカニさん。しかし無惨様の体力がなんかもうすごい、もう一瞬で溶けてく、すごい溶けてく。しかしこの衝撃波のダメージでもしかしてワンチャンより位置がかなり体力を削られているということはないか。なんでこれ100体とも全然ダメージ食らってないでござる、強すぎない、何をどうやったら勝てるんだ。まあ、確かに鬼同士戦わせるモッド入れてるから無惨同士戦うのは仕方ないんですよ、無惨の衝撃波が当たってしまうのもね。でもそれを差し引いてもさ、ちょっと次元違いすぎません、あなた素晴らしいですね。まだ迷える子羊がいた。はい、ということでですね、今これバリアブロックを通常ワールドでいるんですけど、最後というかちょっと気になってたっていうか、アップデートでね前やったはずなんですけど、まあ一応いろいろ AI によってとか血気術の強化とか入ったので、国死亡 VS、こちら上限全員、まああのちょっとルイ君と灰狼も入れさせていただきます。 M と玉子は、M の場合無限列車になった瞬間に向こうに行ってしまってこのワールド外になってしまったり、玉子はもう言わずもがな、攻撃したらもう壺で向こう行っちゃって壺の向こうら辺から攻撃したりして、ちょっと戦いになりにくいので、まあこのようにルイ君、灰色を、ダキ、今回ダキですね。なんだろう、国志望の場合は、まあ、かなり範囲攻撃が多いので、まあ多分牛太郎とダキになっても戦うんじゃないのかなということで、ちょっとこちらダキも入れさせていただいております。で、海学、そして増白天の赤座のドーマ、この全員で国志望に挑みます。でもちろん、第1形態から第4形態国志望がやられるまでっていう形になりますね。これでいこうか。ではまずルイ殿いきます、レッツゴー。さあどうなりますかね。今ちなみに鬼と鬼同士戦う、呼吸モッドをつけておりますと。さあ問題はどれだけ、いや多分ね灰色でもちょっとしかダメージ与えられないんじゃないかな。ダイナマイト、いいぞ、レッツゴーダイナマイト。全然食らってない、全然もう何だったら自己回復のがなんか間に合ってる気がする。いやでもいいぞいいぞいいぞ、灰色頑張った、灰色頑張った、境学海学と国志望は本来、人間海学を出すとこの形になります。国志望の前だと確か鬼か海学になるんだよね、通常スポーンにしても。さあ今のところ50ダメージといったところか。まあ本番は赤座とドーマだからね、その間にどれだけ倒せるかって形になるかと思います。さあそしてここもうまくはまればかなりダメージを与えることができる。さあどうだ、こっからババーンってなって牛太郎とダキになります。そして、2人を同時というかね、2人倒さないといけないので、ここで結構、ああさあ来ましたよ第2形態。そしてダキにばっか集中していると、あそうか、牛太とダキも戦うんけ、これ鬼同士戦うもっと入れてたら、それはちょっとあれだな。なるほど、まあでもこれは仕方ない。そうだね、今国志望がずっとダキに集中しちゃってるから、あーこれはやっぱり牛太郎だけの方が良かったのかな。しかし2人してダキを狙ってますねこれ。これはあ、でもそろそろ牛太が終わります。さあこれ長い戦いがようやく終わりをかけと、ようか終わりましたね、ようやく。さあそして増白天、いやこれはかなりダメージ与えた方ではないか。そうだね、今後は牛太郎にしましょう。うん、牛太郎だけにします。何があろうとちょっと牛太郎だけかな、さすがにちょっと厳しいわ、ダキ入れると。さあそして意外と強かった増白点、しかし国志望の前では、いや効いてる効いてる効いてる、強い、やはり増白点強いわ。スーパーフラットの関係であんまり強いって感じなかったけど、やっぱりこうやってワールドに入るとこのドラゴンが使えるってなるとやはり強いですね。さあ残り58の、さあそしてまたドラゴンが出てきて、また攻撃を1回ぐらいできるかできずに、さあそして現在体力90の状態、そして赤座。さあしかしですねこれね、
第3形態、第4形態は、第3形態になっても体力150ぐらいしか残んないんですよ。で、第4形態も体力150ぐらいしか残らないので、実質、まあ残り体力300ぐらいと考えたら、これはワンチャンあるのではないか。しかもこれ、赤座様がこれ首トレ発動するからね。これは完全に、あれですぞ。ダキが効いた気はする。これダキなかった方が良かった説まであるか。さあ、そしてこれで第3形態に、おそらくなりま、第4形態、最終形態ですね。これ最終形態です。最終形態になったが、これ首トレ、あ、これは、国死亡、赤座様強いね。てか多分ダキが強かったかな。うん。さあ、そして、やられてしまったと。でもこれ見てるとおそらくダキがもし、牛太郎だったとしても、牛太郎はダキをずっと狙っていたから、多分、まあ、赤座には勝ってたと思うんですよ。もしダキがいなかったとしてもね。でも、まあ、ドーマにさすがに勝てなかったんじゃないかな。うん、ドーマ強いですからね、これ。ここの、ステージの場合は。はい、ということで、今回は、まあ、今回ちょっと主役だったダキと牛太郎ね、どうしてもこの国死亡戦出したかったってのもあって、まあ、ちょっと、やってみたんですけど、なんと、おそらくあのまま言ってれば、無惨様に、牛太郎たちは勝つことができました。無惨様の呪いに打ち勝ちました。いや、ちょっと予想外な結果になりましたが、はい、というわけで、今回この辺りで終わりたいと思います。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。そしてですね、10月14日、15時よりなんか今戦っておりますが、10月14日、15時に、こちらのチャンネルで日の神血風譚、パート1投稿いたしますので、まあ、毎日更新していきますのでね、よかったら見てくださると嬉しいです。 VS モードもね、同じ日に出せたら出したいなと思っておりますので、よろしくお願いします。じゃあ、お疲れ様でした。氷のちっちゃい鬼同士戦ってんだけど。バイバイ。